こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日何話そうかななんて思ったんですがね、またね、斉藤ひとりさんの音声動画を聞きましてね、ちょっとね、その話はね、自分にとってはすごくね、耳の痛いお話だったんで、まあね、すごくね、自分もね、なんとかしなきゃっていう風にね、思った、そんなね、動画でした。それっていうのはね、まあね、家にね、もう不要なもの、そんなものがね、溢れ返ってるとね、やっぱね、波動もね、すごくね、悪くなって、気も悪くなって、それでね、まあ、よくね、自殺してしまったとか、鬱になって、家から出てこなくなったとかね、まあ、精神的にちょっとおかしくなってしまったとかね、そういった人のね、家っていうのはね、大体ね、まあ、家がね、すごく汚い、もう不要なもので溢れ返ってる、そんなね、ようなね、状態っていうことを話してました。まあ、うちもね、まあ、7年か8年ぐらい今のところに越してきてね、立つんですが、引っ越してきたままの段ボールがね、そのまんまね、押し入れの中に入ってたりして、それで押し入れのね、入りきらないものがね、まあ、部屋のね、あちこちにこう積み重ねてあるみたいな、そんなね、状態ですんでね、まあ、人にはね、とてもね、見せられる状態じゃないんですがね、それをね、なんとかしないとっていう風に思いました。それでね、斉藤ひとりさんはね、そういうのをね、片付けるんではなくて、もう処分、断捨離っていうんですかね、今の言葉で言うと、もうね、処分してしまってくださいなんてね、言ってたんですがね、大体ね、そういう風に捨て始めると、8割ぐらいは、まあ、不要なもので、今の、まあ、片付いてない状態でしたら、2割ぐらいしか必要なものはないよみたいな、そんなね、話もしてまして、まあね、うちもね、こう思いも起こせば本当にね、8割ぐらい多分捨てられるっていうか、使ってない不要なものがで溢れてるななんてね、そんな風にね、思いました。それでね、やっぱね、いざね、捨てるとなるとね、まあ、いつか使うかもしれないとか、これはね、お金になるかもしれないとかね、そんな風にね、思うとなかなかね、捨てられないんですけどね、まあ、持ってみてね、まあ、迷うようでしたら捨てちゃった方がいいってことです。それでね、うちの場合はね、ちょっとね、家族がね、まあ、コレクターっていうか、ちょっとね、コレクションしてたものがあるんで、それをね、捨てることっていうのはなかなか難しいんですがね、まあ、その辺はね、家族とね、ちょっと相談して、本当はね、オークションとかで売りたいって本人は思ってるみたいなんだけど、まあ、まだね、体調がね、こう戻らないんでね、オークションとかも結構ね、体力使うみたいで、まあ、やり取りとかそういったのがね、なのでね、なかなかね、できないでいるっていう風には言ってたんで、まあね、ちょっとずつね、自分がね、片付けていけば、まあね、家も綺麗になっていけば、気もね、こう、まあ、波動も良くなって、まあ、家族もね、調子良くなればいいななんて、そんな風にね、思ってるんですがね、まあ、先日、ちょっとね、こう行動すれば、まあ、やる気はどんどん出てくるよみたいな、そんなね、話をしたばっかりなんで、まあね、まずはね、斉藤ひとりさんも言ってました、一箇所をね、綺麗にするとね、まあね、他もね、ちょっとどんどん綺麗に しないとこう気が済まなくなるみたいな、そんな話もね、したんでね、自分はね、まずこう自分の周りっていうか、まあ、家族のものでないもの、まあ、自分がね、捨てても自分の判断で捨ててもいいとか、そういう風にね、思うものはね、どんどん捨てていこうかななんて思います。それでね、そういうのね、もったいないっていう風にね、思うのはね、もうね、昭和とか大正とか物のない時代、そういう時はね、もったいないっていう言葉はあるんですけど、今はね、物がね、溢れ返ってるんで、またね、必要に なれば買えばいいですし、そういう気持ちでいるとね、だん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 ね、本当にね、必要なものしか買わなくなって、本当にね、家の中がね、もう必要なものだけになるっていうようなことを言ってました。お金持ちのね、人っていうのはね、本当にね、お金持ちの家っていうのはね、本当にすごく綺麗だそうです。それでね、やっぱね、そうやってね、まあ、必要なものを必要な時に買うっていう、そういうことをしてるとね、そういう風にね、お金持ちの方の家みたいにこう綺麗になるっていうことです。やっぱ貧乏人の人はね、不必要なものはね、買ってしまう。うちなんかもね、何か必要な時にね、
必要なものが見つからなくてまた買ってしまってなんて、だから同じものが家に2つあったりもねすることもあるんで、ちゃんとね、どこに何があるっていうね、そういったのもね把握できるように、まあ、スッキリさせれば、まあね、スッキリさせれば心もねスッキリして、それでね、まあ部屋っていうのはね、こう、まあ、外で仕事で疲れて帰ってきた時、家に入ってそれで気を休めるようなね、そんな空間ですんでね、まあ、ごちゃごちゃしてるとなかなかね波動も悪くて気も休まらないっていうことですんで、まあ幸せになったりお金持ちになりたいっていうようなね、そんなね思いがあるんでしたら、まあ、家をきれいにしてね、まあ、そういう波動もねしっかりいい波動にして、それでまあするといいっていうことも言ってたんで、まあ実行しないとななんてね本当に思いました。はい、ではね今日はね本当にね耳の痛い、自分にとってはすごく耳の痛いお話だったんで、ちょっと自分がねそうやってね、まあすごいこう乱雑な部屋に住んでて、なかなかねこの話するのどうしようかななんて思ったんですがね、ちょっとうまく説明はできなかったんですがね、自分ができてないんで、なのでねまあこの話を聞いて、まあ身にこう覚えのあるような人はね、部屋をね綺麗にね片付けた方がいいですよっていう、そんなことを伝えたかったです。はい、ではね今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。